千葉ジェッツ船橋。昨シーズンは B リーグチャンピオンシップで優勝し、4年連続で観客動員数ナンバーワンを誇る B リーグを牽引するチーム。バスケットボールを通じて地域社会への貢献を目指す。千葉ジェッツ船橋は地域の皆様に支えられてここまで大きくなってきておりますので、我々として逆にこう地域の皆様を支えるような活動ができないかというところで考えて、始めたのがきっかけになります。ジェッツアシストは自治体や NPO 法人と連携することで様々な課題に取り組み、活動の幅を広げている。地域の皆様がこう千葉ジェッツが活動することによって非常に参加してもらいやすい存在であるかなと、参加者の数とか見てても、あとはその、ご一緒させていただいているパートナー様であったり行政様のお声を聞いてても、そのパートナー様行政様が単独でやるよりもやっぱり多くの人が集まると、そういったところのこの注目度の高さと、あとはその参加しやすくなるっていう、その障壁の低くなる感じとかっていうのは我々の強みとしてはあると思うので、この影響力っていうのをこう生かしていくことが、我々にとっては皆様にとても役に立つところなのかなというふうに思っております。社会貢献活動が選手たちの意識を変えた。最初は自分がこう勇気を与えたり元気を与えたいと思って始めた活動だったんですけど、接した子どもたち全員がむしろ元気がありすぎて、そういう元気をもらえたりとか、本当に自分のモチベーションになっていきました。こうどん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 自分のプレーにもつながってきて、すごくいい結果になってきているので、これからも続けていきたいと思ってます。僕たちもこう、こういうことをやりたいって言った時に、しっかり受け入れてくれて、それをこうやっぱり個人の力ではなかなか大きくならないものがね、チームが携わってくれると多くの人にねこう広められることがね多いんじゃないかっていうことをやってくれるので、とてもありがたいです、はい。そしてそれらの活動が選手たちの成長にもつながっている。応援してくれてる人たちの顔をそういった活動を通じてしっかりと見れる機会が、選手たちも設けられているので、やっぱりその責任を持ったプレーっていうのを、コート上でもやっぱ発揮してくれてるのかなっていうふうには感じますので、本当に社会的な自分たちが責任ある、影響力があるっていったところを自覚して、そういった活動を通じてコートに立ててるような成長は感じられますね、はい。もちろん心技体っていったところが揃って初めて成果出ると思うので、そういった意味ですと心の部分っていうのはこういった活動を通じてかなり磨き上げられていると思いますので、良い結果が出るときには、必ず必要な要素になっているとは思っております。この日フードドライブに初めて参加した選手は、優しさに満ち溢れてて、この場所自体もやっぱりいろんな人の思いが詰まった食品が来て、それを思いやりのある人が届ける人のことを考えて詰めて送るっていう、なんかあったかい空間ですね。ジェッツさんと一緒にフードドライブに取り組むと、選手の方たちがこうブースターさんに向けてメッセージを発信してくださるので、より多くの方たちに関心を持ってくださいますし、テレビの報道見たよとか、ジェッツと一緒にやってるんですねっていうお声もいただいてるんですね。すごくジェッツさんにお世話になったと思っています。ジェッツアシストの活動はホームページで公開され、多くの賛同の輪が広がっている。告知がなければ、ああいう貧困層の家庭が多いとかっていうことはあまり知らなかったので、ああいうお知らせをしてくれたことで、家にあるもので少し協力できることがあればいいなと思って参加しました。海岸のゴミ拾いも普段だったら多分参加はしてなかったと思うんですけど、やっぱりジェッツがコラボしてるっていうことでやってみようっていうふうになったので、これからもジェッツと一緒に何かいろいろなこと体験して地域もっと愛着持ってたらいいなって思います。千葉ジェッツは非常にこういろんな方々にやはりこう注目もしていただけるクラブでありますので、僕らがハブになることでです、活動の幅っていうのがさらにこう広げられるんじゃないか、皆様のお役に立てる活動っていうのが僕らが中心になることでどんどん大きくできるんじゃないかっていう考えております。今後もジェッツアシストの活動を通じてバスケットボールのファンの拡大とより良い地域社会の実現を目指していく。